岩本さん、そのあたりいかがですか。そうですね、ちょっと不安定な立ち上がりとなってたところでね、はい、徐々にこう地面の力っていうのが足の裏に伝わってきてるように感じますよね。何せプレーオフセカンドステージのまさかまさかという表情を見せました。2人とも連続してバットをへし折られました。最年少勝利投手記録、この稲尾さんの持つ20歳4ヶ月を更新するんですが、そのプレーオフとかまたそこにない一種独特のね、まあ、若い選手です。サークルにフォアボール。今日はもうプレーオフ同様